最近トラックボールっていうのを買ったんだけど、みんな知ってる？あのパソコンのマウスの種類なんだけど、普通のマウスってさこんな感じじゃん。でもトラックボールってこんな感じなんだよね。何が違うかっていうと、普通のマウスって動かすときってこうするじゃん。でもトラックボールはここをこうスイスイってしたらふわーっていう風になるの。なんかかっこいいよね。周りで使ってる方も若干いて、結構慣れると楽だよみたいな話とかは聞いてたの。でも自分が使うかっていうとそこまで考えてなかったんだよね。なんだけどこの間パソコン周りの模様替えをして、で結構やりやすくはなったんだが、ちょっと難点があって、その難点っていうのがマウスのスペースがめっちゃ狭くなったの。こういろんなものがいい感じに置くことはできたんだけど、マウス動かすスペースがめっちゃ狭くなった。でどうしようかなって考えた時に、そのトラックボールの話を思い出して、ちょっと自分で使えるかわからなかったんだけれども、いやここはちょっと何事も挑戦だと思ってトラックボールを買ってきました。めちゃくちゃむずい。いやマジで慣れるまでは大変だよとは聞いてたけど、でももう本当にいろんな、もうちょっとした動作とかするのめちゃくちゃ遅くなっちゃった。実際今日でトラックボールを使い始めて1週間経ったんだけど、まあ、この1週間のうちに、まあ、私はいろんな任務をしたわけですよ。生配信もしたし、あと生配信に必要なサムネイルとか画像素材の準備もしたし、あと収録もさせてもらったし、あとなんだメールとかの打ち返しだったりとか、そういうのとかをしてましたが、すっごい大変だった。でもトラックボールにしてありがたいなって思ったのは、その小スペースでも問題なくパソコン操作ができるっていうところはめちゃくちゃいいなって思いました。っていうことを知り合いに言ったんだよね。トラックボール始めたんだって。そしたら知り合いが、あどんなの使ってるの見せてって言ったから、あこんなのだよって言って写真見せたのね。そしたらその写真見た知り合いが、えでかくね、これ男性用じゃないって言ったからフリーズしちゃったんだよね。で家に帰ってから調べてみたの。なんか男性用とか女性用とかそこまでちゃんと書いてあるわけではなかったんだけど、ただ私が買ったやつは結構でかかった。実は私あんまり手が大きくないんですよ。結構手小さい方なんだけど、今のトラックボールを触るといただきちょい超えぐらい。そして名探偵は気づいたわけですよ。そりゃむずいよなって。そしてこの動画、収録から編集から何から何まで全部トラックボールでやってるんですよ。めちゃくちゃ頑張ってます。